名古屋市ではきょう260の公立小学校で卒業式が行われましたこのうち東区の東桜小学校では児童50人が1人ずつ卒業証書を受け取り荒井博典校長がコロナ禍での経験を大切にして夢や希望を力強く持ってほしいと挨拶。児童全員が別れの言葉を述べました き期は去年に引き続き徹底した感染対策が取られ在校生と来賓は出席せず保護者の出席は各家庭2人までに制限されましたが児童らは晴れやかな表情で学び屋に別れを告げました。